経緯は、2016年にハマジムっていう AV をやってる制作会社さんを僕が辞めることになって、その時に今田が辞めるっていうことをウェブ媒体の方が何社か取材してくれて、その時に辞めることになった経緯とか、あと今後は何を撮りたいのかっていう時に、格闘技とかプロレスを撮っていきたいって、もう AV は引退しますってことを言ってたんですね。 それを見た映像制作会社がこいつにじゃあドキュメンタリー撮らせるかっていうことで声をかけていただいたっていうのが経緯ですね。本当に神事の準備みたいなのをみんなでするんですよね。漬物みたいなのを神様に祀るお漬物とか、あと緑色のバナナとかを用意して、祭壇に祀って、それで終わったらみんなで食べましょうとか、そういう、なんか僕は見てないんだけど、その緑色のものを祀ってラウェイの試合が終わると黄色くなってたとか、そういう話も熟すんですか？うん、俺は見てない。でも なんていうのそれほどなんか神聖なものとして現地の人は思ってるし、なんていうか神様の前でやる格闘技っていうあるし、なんか神聖さで言えば本当にいろいろ思うところはありました。なんかお坊さんが40万人ぐらいいて、そういう国で姉ほどの激しい格闘技があるっていう、こうギャップがすごいなと思ったんですけど、だからルール自体は過激ではあるんだけど、本人たちは過激ってことを意識してないと思うんですよ。実際お坊さんも見に来るし、なんて言うんだろう、やっぱ軍事政権っていう言葉が今言っていいのかわかんないんだけど、その軍事政権があって鎖国状態の国であったから、なんて言うんだろう、競技が洗練化されてかないっていうか、ルールがすごい細分化もされないし、割とざっくりしたルールで力比べをやるっていう競技だと思うんですよね。それでしかも本人たちは神聖な気持ちでやってるから、過激なルールであるっていうことすらも多分そこまで理解はしてないというか、あともともと好きな格闘技映画っていうのは選手たちじゃなくて、その選手たちを支えてる人たちを全部ひっくるめて撮ってる映画が多かったんで、そういう映画には撮りたいってずっと思ってたんですよね。なんかすごく、なんていうの、金子くんのお母さんは、なんていうの、まっすぐな方なんで、カメラ撮るなとも言われなかったし、思ったことを全部言うっていう、カメラがいようがいまいが、あの時多分金子くんのこと叱ってただろうし、カメラがいたから余計叱ったのかもしれないし、ちょっとそこら辺は分かんないけど、すごくインタビューとかさせてもらっても気持ちいい方でしたね。息子を本当に心配してるし、息子のだらしなさにもやっぱり怒るし、っていうのをちゃんとどっちも見せてくれる方っていうか、応援はされてたんですかね。応援はしますよね、応援はするけど、本当は自衛隊に入ってもらいたいっていうのはこの間 K-1 の会場で会った時も言ってました。まだ思ってらっしゃるんですね、はい、自衛隊に入ってほしいんだよね。あ、そうなんですね。でもちゃんと応援に来るんですよね。なんか最後の方はなんかトキシさんの話に結構なってて、はいはい、
あの初めあんまり好きじゃなかったんですよ、見てて。勝手な感情なんですけど。いやでもそれはね、あのとけし君を最初見た時は僕も同じでしたけどね、好きじゃないっていうよりもなんかすごい怖かったんですよね、うん、なんていうんだろう、他の人はカメラ持っていてどうですかみたいなことしたら、あインタビューいいですよみたいな感じでニコニコしながら話しかけるんだけど、うん、話してくれるんだけど、とけし君はなんかおっかないから、うん、なんかカメラ向けるとなんか睨んでますみたいな、こっち睨んでるなみたいな、そういうところもあったんですけどね、一番最初のとけし君の試合を見た時にもう信じられないほど腫れたんですよ、なんていうの、ボールみたいになんかもう、あれ見た時結構ショックで、金子君はそこまでパンチもらわない人で、もらう前に倒れるか、なんか割と綺麗な感じの顔のまま試合が終わることが多かったので、とけし君見たらなんか、ここまでなっちゃうんだみたいなのをすごいびっくりして、あ、とけし君これでもうラベやんないだろうなと思ってたら、なんか次の日の打ち上げに来て、次も出たいってとけし君が言ってたんで、あ、やるんだと思って、あ、とけし君は取っとこうっていうのは、それは最初から思ってたんですけど、そこで根性を見たんですね、はい、やるんですかみたいな、すごいですよねみたいな、痛くないのとかいろいろ思って、でもやるって、あの顔で打ち上げに来て言ってるから、これは撮っとこうと思って、うん、ナレーションは結構ね言われたんですよ、使った方がいいんじゃない、使った方が見やすいんじゃないっていうのはあったんだけど、僕はさっき言ったように英語の出自なんで、あの、なんていうか、黒バックに白テロップっていう手法で作る作品が多かったんですね。それでそこに自分の思いだったりそういうものを載せるっていう手法があって、それで作りたいなと思ったんですよね。多分いずれ上手くなってきたり、いろいろ自分でも他の作品とか作ってきたら、そのナレーションとかもいずれ使うようになるだろうし、うん、でもなんか自分が AV をやめてこの映画を作るときには、その今まで学んできたことも活かしたいなっていうのもあったし、うん、だから一気に作風を変えるとかじゃなく、逆にこの作品では今までやってきたことをちゃんと総括したいじゃないですけど、うんうんうん、っていう思いでしたね、うんうん、この題名の通りなんですけど、なんか迷ってる人たちの物語で、それを一般的にやって自分の主観も入れないっていうのもいいんですけど、なんか僕も迷ってたし、僕もしんどい状況でこれからどうしていきましょうっていう状態だったんで、それはリンクさせた方がいいんじゃないかっていう編集をする段階で、他の人も交えたりやった時にそういう話が出て、最初は一切そういうの入れないで作ってたんですよね。でそれでうまくいくかなと思ったけど、いまいちなんていうんだろう、乗りづらいっていう人もいたんで、それでどうしようかって言った時に、やっぱり今田の視点を入れた方がいいんじゃないっていうことを言われて、あ、そっか、それでやってみようかってやった時に、あ、そっちの方がスッとくるねっていうことですね。だからまあでも僕が一番苦労したのはやっぱ言葉だったかな。うん、ミャンマー語は全然よ、もう本当わけわかんないですからね、読める気がとってもしないし、と英語が通じないというのがすごい、なんか他の国だったら英語で話しかければなんとなくコミュニケーションって取れるじゃないですか、それが一切できない、
苦労がい、なんかやっぱり撮ってる時のストレスみたいなのが一番それでした。金子さんはその撮影の中でも言ってたけど、水が合うんじゃないみたいな感じの話があったと思うんですけど、うんうん、監督は？僕も好きでしたよ、ミャンマー。あの文化としてさっきもお坊さんが40万人いるみたいな話してましたけど、うん、本当に希少の精神というか、他人に何かを施してあげるのは自分のためにもなるみたいな、うん、考えだったんで、本当に路上生活者とかもいないし、困ったら総員に入れば、あの食いっぱぐれることないんで、プチ出家とかする人もいるし、3日ぐらい出家しますみたいな。なんか割とカジュアルなんですよ、あのその仏教が。人との生活に近いというか、なんか成人男性は一生のうちで3回は最低出家するのが普通みたいな。だからラウェイで負けた選手がちょっと1週間出家しますとかもやってたし、出家のハードルは低い。そう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 、本当にカジュアルなんですよ、なんかそういう、なんていうの、面白いじゃないですか。提案された時にすぐ、ああいいなぁと思った。もともと好きな曲だし、あとやっぱりちょうどロックダウンされてた時に編集してたので、余計その曲が響くんじゃないかとか、やっぱり、この出てる人たちを、なんていうんだろう、ただ笑い物にするのは嫌だし、そういう思いがあったんで、なんかブザーマーだけど僕は好きだよっていうふうに思ってるし、そういう意味でも使ったところがありますね。そう、戦ってない人たちは笑うかもしれないけど、僕はちゃんと君を見て君の物語を撮りましたよっていうのがやっぱり言いたいっていうのはありましたけど、ちょっとコミカルじゃないですか、はいはい、入り方とか前奏とか、あれはなんかああいう風にしようと思ったのは何かあるんですか？まあ、なんか普通にちゃんと歌ってもらった結果コミカルに聞こえたっていうのもあると思うんだけど、なんていうんだろう、そんななんかメジャー感のある歌い方とかよりもなんか必死に歌ってほしいっていうところがあったし、山ちゃんっていうドツイタルネンっていうバンドをやってた男の子が最初のボーカルで、その彼はなんていうんだろう、もともと歌がうまいのじゃなくて感情表現が豊かだったり、ちょっと滑稽だけどグッとくるみたいなところが僕はやっぱり好きだったから、なんか単純な映画が好きじゃなくて、笑いながら泣いたりとか、泣きながらも笑ったりするような、そういうなんていうの、ちゃんと一つのストレートな映画っていうのは僕は全然好きじゃないから、その意味でも滑稽さと必死さとなんかちょっとね、ストレートな感じが伝わる部分とか、いろんな感情が伝わる歌として届けられてたらいいなと思う。さっき着地点って言ったんですけど、なんか最後の方にやっぱたけしさんが学校を作ったりとか、そういい話で、終わりそうなところ、あれだったんで、なんか良かった、良かったと思った。なるほどね、はい、確かにね、別にいい話じゃないんですよ、この映画って。なんだろう、そこにいる人が生きている話だから、それにいいも悪いもなくて、いい話としてはまとめたくなかったんで、それは逆にそう言っていただけるのは本望というか、
なんか終わり方も割と唐突じゃないですか、うん、もう終わらせるみたいな、力技でファイト流すみたいな、それはもうそういう思いでそうしてやろうと思ってやった技なので、うんうん、技っていうかあのそういう意図でやったことなんで、うん、なんていうの、綺麗にまとめたくないって思いがすごくあったんですよ、うん、でもとりあえずまとめたいと思いもあったから、バンって切ってファイト、はい